ヒロモスです。ガンプラ作例、ダリルバルデカイト、回収型、水星の魔女、御三家拡張セット。まずはダリルバルデカイト、回収型を見てください。大型のダヤアンビカ、左右の肩に装備できます。もともとあったアンビカを使わないのはもったいないということで、イシュバーラにはまるように加工しました。コンポジットアームス、専用の射撃武器がなかったダリルバルデ用の武装、下部には折りたたんだガンブレード、分離し伸ばした状態がこちらです。出力や Y が牽制に使えるビームピストル、射撃武器も装備したことでさらにバランスの取れた機体に。バックパックとイーシバラ、出力の向上とイーシバラが4つになりました。ダイアンビカはマルチバインダーの役割もあり、大型ブースターを装備し機動力も向上。苦労した点、同じ模様に塗る、赤に白塗って汚して本体と同じ処理をしました。違和感ないっすよね。本編での活躍が楽しみです。以上、ガンプラ作例、ダリルバルデカイト回収型、水星の魔女、御三家拡張セットでした。よろしければいいねとチャンネル登録よろしくお願いします。ヒロモスです。